空まで飛び上がれ、地下からの脱出、3。このコース、実は4回目の撮影になります。何回か前の動画の最後にチラ見せでお見せしましたが、めちゃくちゃ苦戦しました。私たちの血と汗と涙の結晶、とくとご覧ください。送っていただいたコースの中では、今のところ一番苦戦したな。そうだね。もっと練習して上手くならないとって感じたよ。このコース、基本は何かしらのリフトが来るから、それに乗って進んでいく感じなんだぜ。ただ、変な動きをしたりするので、一筋縄ではいかないよ。このパウブロックの上に乗れば少しだけ楽をできるんだぜ。まあ、そのパウブロックの上に飛び乗ろうとして落ちたことも何回もあるけどね。さて、次はどんなリフトが来るのかな？今マリオが乗ってる青と黒も、いろんな仕掛けがあるんだぜ。来たのは、ちくわリフトだね。さっきの雲と比べると、足場が消えてしまう分少し難しくなってるな。ぴょんぴょんと、細かくジャンプしながら行かないとダメだね。パウブロックの上には乗らないのか？もちろん乗っていくよ。見た目よりも飛び移りにくいんだよね。あれ、ブロックの上に乗っていくんじゃないのか？間違えて持っちゃったからね。このままだと逆に邪魔だから捨てちゃうよ。ここまでは順調だな。でも、本当に難しいのはここからなんだよね。来たのは、石のブロックだな。まあ、ちょっと見ててよ。なるほど、石のブロックだとマリオがすり抜けないから圧死してしまうんだな。トゲのヘルメットかぶってるから、下から叩くと壊れちゃうっていう問題もあるんだよね。じゃあ、トゲメットかぶらなければいいんじゃないのか？でもほら、この先どうなってるかわからないから、一応持っていった方が良くない？確かにそうなんだが、それ以前にここを進めないとどうしようもないだろう？まあ、私ならきっとすぐ進めるから待っててよ。ふむ、すぐに圧死したな。おい、今のはなんだ？私のちょっとしたお茶目心です。おい、そろそろなんとか進んでくれよ。私だって早く進みたいんだよ。でも、難しくて。よかった、やっとパウブロックの上に乗れたよ。これでようやく進めそうだな。そう思うでしょ。でも、今までの撮影ではここのジグザグで何回もやられてるんだよ。挟まれてやられるっていうの、想像以上にきついんだな。ふう、ようやく進んでこれたんだぜ。お次は、氷のリフトが来るよ。なるほど、ツルツル滑ってしまうんだな。しかも、さっきの石のブロックと同じように挟まれてやられちゃうこともあるんだよね。どんどん難しくなっていくな。霊夢、大丈夫か？今までの撮影ではここでもかなりの数やられてるから、かなり不安はあるよ。そうか。諦めないで頑張るのは偉いんだぜ。頑張れ霊夢。うん、ありがとうマリサ頑張るよ。頑張った結果がこれか。ごめんなさい。こんなとこで失敗するなよな。はい、戻ってきました。さっきの石ブロックのところで何回もやられてるんだぜ。なんとか乗れたけど、この先も挟まれないように気をつけないとね。もうやり直すのはきついから、なんとか決めてくれよ。ふう、やっとこれたね。次はどんな感じなんだ？この青リフトに乗っていくよ。スピードが速いから難しそうだな。今まで、ここは一回も突破できていません。そんなに難しいのか？今みたいに、慣性の法則で飛ばされちゃうんだよね。今回はたまたま扉のところに戻れたが、何回も奈落に落ちてるんだろうな。10回くらいかな？そもそもここまであんまり来れなかったからね。おーおー、やっと進めたよー。中間ポイントもあるな。よく頑張ったな、霊夢。ありがとう、マリサ。では、今日はここで終わります。ご視聴ありがとうございました。いやいやいや、ここまで来たら、最後までしっかり見せてくれよ。ご視聴、ありがとうございました。ぶっ飛ばすぞ。はい、しっかりやっていきます。ごめんなさい。というか、ここはどうすればいいの？来たのはテレサリングばっかりで、乗れそうな足場が全然来ないな。まさか、あの浮き輪を跳ねて登っていくのかな？あ、なんか花ちゃんがいたな。
なんでそんなところでミスするんだ？はい、私が下手くそなダメまんじゅうだからです。うむ、正直でよろしい。下手くそで、学習能力がないダメまんじゅうだな。はい、下手くそで、学習能力がないダメまんじゅうでございます。花ちゃんを待たなくていいのか？もし行けるなら行っちゃおうと思ったんだけど、なんだか無理そうだね。お、奈落に落ちなくて済んだな。今度は花ちゃんを使って進んでいくよ。花ちゃんと浮きは、跳ね方が違うからすごい難しいな。上下にバインバインされちゃうから、操作がすごく大変だよ。頑張れ霊夢。お前、これが終わったら、結婚するんだろう？自分で自分に死亡フラグをかけるとは、なんてやつなんだ。お、トゲメットは取られちゃったけどなんとか進めそうだね。おい、さっきのフラグはいつ回収するんだ。え、フラグ？何のこと？私はこのままサクッとゴールしてみせるよ。今度は氷の床に連結バブル、それに、パックンか。今までのところに比べれば割と簡単だね。確かに、滑るとはいえ、足場はしっかりしてるもんな。ここまでなんとか来れたけど、最後はパックンを使わないと無理そうだね。スピンジャンプするとき、落ちないようにな。よし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 、ここもなんとかなりそうだね。よし、が、多いな。あ、羽のついたドッスンか。ドッスンを下に落下させないように気をつけつつ、頭の上でスピンジャンプしていけばいいんだな。スピードは速いけど、戦闘のやつの上にいるようにすれば簡単かな。確かに、中間ポイントの前までに比べれば後半の方が少し簡単かもな。これは？横バインに当たらないように進んでいくんだと思うんだぜ。よし、私は落ちない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 。お、フラグの上乗せかな？何言ってるの？いやー。ここに来てようやくフラグ回収。ここの隠しブロックを出して、上に乗ってテレサリングをスルーするんだね。ずっと乗ったままだと当たってしまうから、タイミングを見て下に降りる必要があるんだぜ。花ちゃんが来るまでの暇つぶしに、テレサを少し倒しておきます。いや、それは必要ないだろ。だって、花ちゃんが来てくれるの遅いんだもん。確かに、花ちゃんが来るの少し遅いな。イライラしないで待つのも大事なんだぜ。イラ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 。うるせえよ。あ、また食らっちゃったか。まあ、このくらいは仕方ないな。と、思ったら、花ちゃんを倒してたのか。てっきり、ダメージを食らったのかと思ったな。かぶったままだったら氷を壊して楽に進めたんだけど、バブルに当たっちゃった。やっぱり、こういうグダグダプレイの方が、お前らしいな。ねえ、マリサ、なんだ？私って、そんなに下手くそ？まあ、人並み以下なのは間違いないな。でも、いいとこもあるんだぜ。え、本当？ああ、大ぐらいなところとか、空気が読めないところとか、いつまで経っても上達できないところとかな。お願い、もうやめてー。何回失敗しても諦めないでゴール目指して頑張るとこなんかは、いいとこなんじゃないか？せっかく視聴者さんに送っていただいたコースだからね。長期地区とかならともかく、こういうコースは頑張りたいよね。よし、これでようやくさっき失敗したところだな。いいか、落ちるなよ。絶対だぞ。いいか、落ちるなよ。変なプレッシャーかけるのやめて。ほら、もうちょいだぞ。落ちるなよ。なんだか手が汗ばんできたよ。おーおー、ようやく突破できたな。もういい加減終わってください。よろしくお願いします。なんか画面がぐにゃぐにゃしたぞ。何これ気持ち悪い。マリサの顔気持ち悪い。ゴールした後壁の中に埋まったな。ここでバグの容量も入れてあるんだな。な、
長かった。クリアまで2時間くらいかかったんじゃないかな。今までの分も合わせればそれくらいはかかってたな。霊夢、よく頑張ったんだぜ。ちょっとコメント残してきます。もう、嫌だー。